2011年冬から2012年春にかけて行われた大規模な改修工事の様相多半場運動場野球場は韓国の大田港域市にある野球場で韓国プロ野球のハンファイーグルスが本拠地としている。2015年によりハンファの主催試合ではハンファ生命が命名権が取得し故障をハンファ生命イーグルスパークとしている。 1965年に完成し、韓国プロ野球初年度の1982年から3年間は OB ベアーズの本拠地として使用された。1985年に OB はソウルへ移転したが、1986年から1、軍リーグに新規参入したビングレイーグルスの本拠地となった。何度も小規模な回収を繰り返してきたが、 老朽化が隠せなくなった上に2008年頃からのプロ野球人気の向上により、2011年12月から大規模な改修工事を開始した。2012年5月、工事が終了しないまま、半ァの主催試合を行うようになったが、翌6月には完成し、内野や2階席などの設置で、観客席が3500席ほど増設された。 なお、2012年末から2013年初まで、両翼を97メートルから99メートル、センターを114メートルから121メートルへと拡張した上で人工芝を天然芝に張り替え、さらに外野の観客席を増設する大規模な改修工事を実施した。2012年の公式戦開幕に備え、スコアボードに表示されるボールカウントは従来の サブからビゾに回収された。2014年にはバックネット裏に座席を新設した。2015年3月より、ハンファの主催試合では施設命名権をハンファ生命が取得しており、ハンファ生命イーグルスパークの愛称で呼ばれることになった。2019年3月21日、ハンバ運動場の敷地に、歌唱、オタ、ベースボールドリームパークという新しい野球場の 新築が決定された。ありがとうございます。